します。私の知人に柳岡さんという人がおりまして、先日彼からとある相談を受けました。柳岡さんには近々さっきから何言ってんの。流血と申します。いや、ゆかりんでしょ。流血と申します。それ血入れるやつ。はい、ということでパソロジック2やっていきます。いや急だな。だってマキさん変な家見てなさそうですし。ああ、最近映画化したやつね。確かに見てないね。見なさいよ。分かった、後で見るから。その怖い予面外そ。それで何なのこのゲームは。なんか病院みたいなところから始まったけど。このゲームはですね、まあプレイ画面を見せながら順々に説明しますよ。これさっきからベッドで寝てる人たちピクリとも動かないけど、もしかして息してない？その答えは外に出て街の様子を見てみればわかります。仮設テントみたいなのが並んでるね。中も見てみます？まあ一応見たこうか。あ、顔が真っ青だねこの人。はい。あとよく考えたら当たり前なんだけど、生きてる人に布はかけないよね。そうです。つまり何らかの原因で人が大量に死んだってこと。ギグザクトリー。そしてその原因というのはこのテントにある文章を読めば大体理解できます。え、英語？いや、ちょっと待てば。あ、日本語になった。翻訳はぐっちゃぐちゃだけど意味はわかるね。まあつまり感染症が大流行しちゃったわけだ。そういうことです。そしてテント群を抜けるとこのような光景を目にすることになります。市民が兵隊さんに銃抜けられてる。そう、これこそ紛れもない人間ぶっ殺しゾーンですよ。栗原、あれなんか飛んできたけど。おい、逆に兵隊さんぶっ殺されてんじゃねえ。ぶっ殺しゾーンとはすなわちぶっ殺されゾーンでもあるわけですからね。さっきから何言ってんだ。マキさん、マキさん、ここでも人が殺されようとしてますよ。え、それそんなテンション上がること。もうこの街はおしめみたいですね。というかさっきからゲームの目的が見えてこないんだけど。ゾンビものにしては事態の真っ只中にもかかわらずゾンビ出てこないし。ゾンビものじゃありません。お医者さんとしてこの街を感染症から救うゲームです。と言ってもこのありさまじゃ救いようがなくない。ああ、救うって死は救済的な。私がそんな野蛮なこと言うと思いますか。うん、ごめん。いいですか。今見ている光景はあくまでも最悪の結末。主人公の選択次第では別の未来があったかもしれないんです。ああ、つまりやり直せるってことだね、事態の始まる前から。イグザクトリー。ということで時間を巻き戻してもらいましょう。なんだこのおっさん。彼はこの物語のディレクター、マーク・イモーテルです。なんでディレクターがいるのさ。この物語自体がプレイヤーの演じる劇という設定なんです。ああ、オタクが好きなメタ構造ってやつだね。マキさんもメタ構造好きでしょ。いっぱいチュキ。ということで1日目に戻ってきました。途中いろいろあったけど、あれ全部カットしてるんだよね。はい、動画の方では全部カットしてるはずです。切ってよかったやつなの。でっかい牛とか大量のおケツさんも出てきて、なんかいろいろ示唆的だったけど。まああれはチュートリアルみたいなもんなので大丈夫です。あとこのゲームに出てくるもんは全部示唆的で抽象的なので、いちいち気にしない方が脳のキャパを節約できます。あ、そういう感じのゲームなんだ。そしてこれはどういう状況。主人公が父親に呼ばれて帰省したところ、駅で謎の3人組に襲われるシーンです。ちょ、こいつらの一人ナイフ持ってるよ。安心してください。主人公は遊牧民出身のフィジカルエリートです。こんなバスへのチンピラなんて。こうです。そんな出来上がったものがこちらですみたいに出てくる。力量差がありすぎて描写の必要すらなかったということです。さて、ありがたく戦利品を頂戴します。ああ、はいはい、倒した人からアイテムが略奪できるのね。つまりオブリビオンとか剣士みたいなオープンワールド RPG ってことかな。さすがマキさん、察しがいいですね。おっと、主人公の殺人シーンを何者かに見られていたみたいです。何この子、犬の被り物してるよ。舐めた口聞いてくるんで、とりあえず恫喝しときます。こちとら3キル0ですやぞ。キルデスで恫喝してくる人実際いたらめっちゃ怖そう。主人公の出血気にかけて止血帯くれるっぽいです。いい子じゃん。ほな、今回は見逃したるわ。次はねえから中覚悟しとけよガキ。年少者もしっかり射程に見据えていく。でもこういうゲームって子供には手出せないよね。え、手出せないよね。さて、街へ繰り出す前に一旦目的を確認しましょう。いや、ちょっと怖くなってきたな。全然ゲームの全貌が見えてこないし。これ正式名称ウケツさんで合ってるの。正式名称は悲劇役者ですね。実家に帰らないよう警告してくれてます。え、でも主人公はお父さんに呼ばれて帰省したわけだよね。この街自体が家みたいなもんだからええやんとウケツさんは言ってますね。あ、ウケツさんでどうすんだ。ということでウケツさんの忠告通り、家には帰らずかつての友人を訪ねます。いや、またなんかウケツさんいない。あれは人が抱える心情のリフレクションです。リフレクション。本筋とは関係ないんで今回はスルーします。あ、はい。あれ、さっき人ぶち転がしたこともう伝わってんじゃん。狭い町ですからね。あとバッドグリーフは地元でチンピラたちをまとめ上げるドンなので。ちょっとお父さん殺されたってさ。ああ、そうです。しかも父親殺しの濡れ衣も町民たちから着させられてるようです。いや、序盤から急展開すぎない。とある仕事を請け負う代わりに最低限生きるのに必要な物資をグリーフからいただきました。お金に卵に包帯、確かに最低限だね。では早速町に繰り出しましょう。11日後には町が壊滅するわけですからね。いつまでもうかうかしてはいられません。で、何やってるのこれ。ゴミ漁りです。いや、1日のスパンがどんなもんか知らないけど、オイラ型との連携とか衛生環境の調査とか他にやることいっぱいあるんじゃないの。いえ、ゴミ漁りが最も重要です。本当かよ、うん、このおっさんは。あ、駅での3人殺しが街中に知れ渡ったみたいですね。ついでにサイモン・カインの殺害容疑も着せられたようです。いや、誰、知らぬ間にどんどん悪名高くなっていくじゃん。デトロイト・メタルシティかよ。この人は主人公が乗ってきた列車の運転手だったみたいですね。主人公の身を案じて安全な移動手段を提供してくれるようです。優しい人もいるんだね。それでは2人目の友人ルービンに会いに行きましょう。友達何人いるの。3人ですね。あ、評判が1段階下がりましたね。これ下がるとどうなるの。まあすぐにわかると思います。お、ルービンめっちゃイケおじじゃん。これ実はルービンじゃないんですよね。あ、本当だ、バチェラーって書いてある。本名はダニール・ダンコフスキーっていうらしいです。
ルービンが主人公へ並々ならぬ殺意を抱いてることを自然に察して仲裁に入ってくれています。ああ、ルービンは主人公がお父さん殺したと思ってるわけか。直接的にってより主人公の到着が遅れたせいで間接的にお父さんが死んだと思ってるらしいです。ルービンは主人公のお父さんと特別な関係だったんだね。ただ仲裁に入ったことをやたら恩着せがましく言ってきますね。こいつちょっと態度にないありって感じのイケオジか。ムカつくんでルービンの家財道具を頂戴していきましょう。そんなことしていいの？どうせもう嫌われてるみたいですし、ちょっと仮パクしたところで好感度も変わらないでしょう。勝手に家財道具が消えるんだから仮パクですらないでしょ。パクですね、パク。泥棒って言うんだよそれは。おいちよし、全部かっぱらいました。なんか子供たちが待ってるよ。どうしたガキども。ああ、何やらお医者さんが必要みたいです。まあ後で寄ってあげましょう。そんなことより今はゴミ拾いです。もうだいぶルービンの家から荷物取ったんじゃない？生き抜くためにはまだまだ足りません。一体何に使うのさ？まだ内緒です。うん、ここが人間ぶん殴りゾーンですか？そんなゾーンあってはいけない。あ、この人は止めに入ってくれてるみたいですね。昨夜町民が暴走して遊牧民の人たちを殴り殺しまくったようです。いやこの街ヤバすぎない？なんか集団ヒステリーみたいなこと起こってるよね。ちょっと関わりたくないんでここは放置で。いや助けてあげなよ。すみません、怪我したくないんで。お大事に。ということで実家に帰ってきました。結局帰るんだ。まあ近くに寄ったので。なんだろこの人だかりは。お父さんを弔う人たちかな。お家は鍵が閉まってて入れないみたいです。いや部外者が入ろうとすんなよ。本当ですよ。こっちの男は狂った民衆に怯えてますね。あ、まともな感覚の人もいるんだ。どうやら大草原の魔物が殺人鬼の正体だと思い込んでるみたいです。いやまともじゃなかった。この人はどうでしょう。また新しい名前が出てきたね。町の勢力関係について語ってますね。知事のサブロフがこの事件を取り仕切ってるようです。そして戦争と列車の遅延を憂いてますね。幅広くいろいろ語るじゃん。次は階段脇にいる子供に話を聞いてみましょう。主人公血まみれなんだ。3キルした後すぐ町に来ましたからね。正当防衛だとしてもよく考えたら怖すぎるな主人公。おいガキ詮索してんじゃねえぞ。てめえの顔覚えたかんな。とりあえず話せる人とは話したので次の目的地へ向かいましょう。なんか人倒れてない？やっちゃってますね。これは現行犯ですよ。まあ一旦話を聞いてみましょう。てめえらか殺したのは。いや犯人はアルチューのバカどもらしいです。で犯行は今朝ですか？ああさっきちょっと言及されてたやつか。よかったこの人も町の混乱を憂う側で。ではちょっとやりたいことあるので死体を。ああまた悪評広まってる。すごい速度で広まるな。ツイッターランドかな。でやりたいことって？ちょっとご遺体から血液をですね。いやなんでよ。割といい値段で売れるんですよ。狂気に加担するなよ。ではまたゴミ漁って。あ、まずい。どうしたのユカリン？見えますか彼らが。え、何？なんか追いかけられてたけど。いわゆる正義マンってやつです。熱狂に浮かされて暴力的になっちゃってる人たちね。追いつかれるとボコボコにされるんで逃げ切りたいところですが、目的地と反対方向に走らされてるんだよな。こうなったら。え、やるの？いや2対1はちょっと分が悪いので横をすり抜けて逃げます。聞かねえんだよ情報リテラシーの低いやつのパンチは。お、抜けれそう。さすが遊牧民出身、足も速い。このまま目的の家まで駆け込みます。とうとう評判値がそこギリギリまで来ちゃった。なるほどこうなるのね。評判が下がりまくると。はい、街を歩いてるだけで襲われます。しかもショップの利用もできなくなります。というかここじゃないわ目的の家。何やってんの？隣でしたね。あ、正義マン真横いるよ。ブヒャークソが。このゲーム回復手段少ないから小さなダメージが後々響くんだよ。さっきは効かないって言ってたのに。よしセーフ。でここには何しに来たの？バッドグリーフの部下が怪我したっていうので助けに来ました。あ、さっきもらった仕事ね。結婚がこっちに続いてる。いましたね。痛そうにうずくまってる。元気そうな風に話を聞いてみましょう。めっちゃ悪い顔してるじゃんこの人。まあこいつらですからね。遊牧民を殺したのは。え、殺人犯かよこいつら。遊牧民たちのカウンターでお腹に支部をぶっ刺されたらしいです。助けるの？まあ仕事ですし、とりあえず回復。とりあえずで開けるの怖いな。おっと立派なロックピックが腹の中に収まってますね。摘出成功。仕事早。まあ名医なんで。というかお腹開いただけで閉じてなくない？そこはゲーム的なあれでなんとかなったことになります。え、ということでまた略奪タイムです。家に入る旅なんか盗んでるじゃん。バネに釣り針、悪くないですね。さっきからゲットしてるものの用途も不明なんだよな。よし全部漁り終わったので集めたアイテムの使い道をそろそろお見せしましょう。お、やっとわかる。それがこちら、物々交換です。ああなるほどね。この町の子供は物の価値を知らないので、ビー玉やチョーク、カブトムシといった普通ならクソの役にも立たないものを後々貴重になるアイテムと交換してくれます。子供にとっては貴重なんだよそういうおもちゃも。さらにさっきちらっと話に上がりましたが、この町戦争の影響で物資の補給列車が遅れてるんですよね。なので日ごとに物価が5割10割平気で上昇します。上昇量えぐ。つまりあらかじめ必要なアイテムをガキどもと交換しておけば後のインフレに困らなくても良くなるんですね。なるほど、だからゴミ拾いが正解ムーブなのか。ということでしばらくトレードして。こいつはろくなもん持ってないな。あ、列車の遅れについて言及してますね。ほんとだ、2週間はきついな。まずい正義マン来たの。あー面倒ですね。そろそろゆかりさんの堪忍袋の方も切れますよ。分からせちゃってもいいんじゃないかな。やっときますかこの辺で。支部を使うのはもったいないので拳で。いいの入った。来いよ軟弱者。左は敵なしと。うん、
アッパー、そろそろ限界なんじゃねえの？なんか奥から走ってきてない？あ、二人目来たんで逃げます。潔いな。フィジカルエリートでも複数相手はきついんだ。まあいけるっちゃいけますが、戦闘音を聞かれると周りの住民が集ってくるんですよね。ゾンビみたいだね。そうなるとさすがにキリがないので、二人目を見た時点で逃げるようにしてます。ということで、イベントシーンでタゲを切ります。おい、なんだこのイベントシーン。遊牧民の女が火炙りにされてますね。狂気はすでに取り返しのつかないほど広がってしまっているようです。感染症どころじゃないよこの街。こんな状況からどうやって破滅を回避するのさ。ふふふ、それが気になるところですが、沼木さん安心してください。私がメインアーテミー・ビラクを完璧に演じ切ってみせますから。そういえば演劇なんだったねこの物語。うわ、焼かれてる人の視点になるのエグいな。耳元で悲鳴が聞こえるんだ。終わった。よし、タゲは切れてますね。ヒステリーピーポーから話を聞いてみましょう。ああ、お前が殺したんじゃないのね。救おうとしていたようには見えなかったけどな。十中八九ただ見物してただけでしょうね。現代ならこいつら絶対スマホ構えてたぞ。ってことで、燃えかすからアイテムを回収します。ここでも盗っ人根性を発揮すんのかい。では仕事が済んだことを報告しにバッドグリーフの元へ戻ります。とりあえず食料と素材アイテム系をしまって。え、そこに入れるの？ネームとキャラの住処にあるストレージは中に物入れても消えることがないので安全なんですよね。変な仕様。お仕事終わりましたよっと。部下に殺人犯がいるの分かって印象悪くなっちゃったな。バッドグリーフもこの顔ですし、ろくなやつじゃないのは確かです。お、でも子供に渡した危ないから、支部を見つけたら俺の元へ持ってこいって言ってるよ。まあグリーフも完全な悪人というわけではないようです。よし、これでグリーフと取引できるようになりましたね。危なっかしいもんばっか売ってる。今は必要ないかな。倉庫から出ようとすると、扉の前にある男が立っています。かっけえ傷のあるじいちゃんだね。この人、バールは生前の父親から臓器や血を買っていたみたいです。は、お父さん何してんの？ということで、私がそのビジネスを引き継ぎましょう。臓器売買にも手を出すのか。次はショップで食料を買います。あれ、評判値が低いとショップ利用できないんじゃなかった？ここシェイディショップは評判値に関係なく取引してくれる有料店なんですよね。そういうのもあるんだ。とりあえず置いてある食料は全部買い占めます。そしたら次はさっき医者を呼んでいたガキどもの元を訪れましょう。秘密基地かなここは。ほら、ガキどもお医者さんだぞ。腹を開ける必要がある子はどこかな？すぐ回復手術しようとするじゃん。ああ、もう患者は全員死んだみたいです。ユカリンが寄り道ばっかしてるから。大丈夫大丈夫、毒を盛られたのは犬みたいですから。大丈夫なのかそれは。ということで、ガキどもの復讐に協力してあげましょう。毒殺犯の名前はリカというらしいです。あれ、止血帯くれた子じゃん。優しい子だと思ったんだけどな。お仕置きを申し出たところ、鎖を渡すだけで良いと言われたので、その通りにします。鎖を渡す？またなんか示唆的だね。では一回セーブしてと、リカに鎖を渡しに行きましょう。それにしても、なんで毒なんか持ったんだろうね。これはグリーフの懸念の原因でもあるんですが、この町じゃ子供たちが二勢力に分かれて争ってるんですよね。はい。その二勢力というのが、犬頭のドングヘッドとボロ倉庫に住むソウル&ハルブスなんです。ということで、リーダーのノトキンに鎖を渡し終えたことを報告。駅での正当防衛を裏付ける証人を紹介してもらいました。理解外にも目撃者がいたんだね。でもこんな状況で子供の言ったこと信じてもらえるかな。役所に子供連れて釈明に行くと信じてもらえず、そのまま逮捕されます。罠じゃん、そんなの。というか、リカ無事なんだね。ノトキン曰く、ちょっと地下旅行に行ってもらったらしいですが、無傷ですね。地下旅行、多分古井戸か何かに短時間監禁されたんでしょう。よし、では最後の友人の元へ向かいましょう。今なんか化け物いなかった？化け物？ただの私森ですよ彼は。あれ、私の目がおかしいのかな。そして FT 地点付近に何やら人が立ってますね。ちょっと丸出しじゃんこの人。恥じらいもなく出されるとあんまりエッチに見えませんね。地球の呼吸に耳を傾けろとか電波なこと言ってきます。地球の呼吸、しょうがないんで傾けてみましょうか。うわ、なんか生えてきたよ。母なる母像の静脈です。いや、なんだよそれ。超常的な現象もありなんだこのゲーム。私の血で大地を養おうとか言ってますね。血液の入った瓶をもらいました。何に使うの？地球の渇きを癒します。はっ、なんか生えてきたけど、これはおハーブですわ。後々病気の治療に使えるので集めておきましょう。では最後の友人を訪ねます。ちなみにこれが今日やるべき最後のタスクとなります。いろんな人の元回って話聞いてって、なんか動物の森みたいだね。まあこれから臓物の森になるわけですが。臓物の、いや何する気よ。とりあえずストレージにご飯隠して。だんだんリスの習性に見えてきた。ララちゃんと話します。あら可愛い。疲れている主人公を気遣って食料と寝床を提供してくれるようです。よし、お嫁さんになってもらおう。ララちゃんも最近父親を亡くして昇進気味なので、ここで突っ込めばワンチャンありそうですが、残念ながらだから恋人は作れないんですねこのゲーム。まあそっか、破滅まで時間ないんだったもんね。まずは今日やれることをやりましょう。とりあえずキッチン棚から食料と包丁を入手します。包丁？何に使うのさ。わかるでしょマキさん、この町で暴力はすでにタブーではなくなっています。まさかやるんだな今ここで。今ここでじゃないけどやります。まずは一旦町の南西端ブリッジスクエアを目指します。そこにはさっきビジネスの約束をしたバールの店があるので、あとはわかりますね。え、どういうこと？まずは正義マンを釣ります。まあ正義マンをボコすところまではわかるけど。あれ、木箱に引っかかってんじゃねえよバカ。しゃあない、他の正義
義マンを探しますか。お、目の前にいるよ。いいですね。ちょっと他の正義マンを釣られると面倒なので一旦橋の方までおびき寄せます。賢い。ここら辺でいいかな。いや、この状況で包丁はもったいないですね。ウィズマイフィスト。拳で。アッパー。そうだ、このゲームの近接戦闘なんですが、一応ガード屈指の強パンチ、割り込みの小パンチと3組になってます。ただ敵 AI が多数ので基本強パンチ連打で勝てます。なんて言ってる間に降伏させましたね。とどめだ。おら、ナイスノックアウト。よし、それでは戦利品をいただきましょうか。ルーンしけてましたね。え、ちょっと何しようとしてんの。持ち物がしょぼかったんで体の内容物で補ってもらおうかと。さて、正義マンの腎臓は何色かな。おい、回復手術始めやがったよ。赤色でしたね。ではこちらサンプルとして回収しときます。やばすぎんだろこの医者。何言ってるんですか。マキさん、内臓攻撃は医療従事者の特権ですよ。ことヤーナムでだけでしょそれは。お、人がいる。待って、この人は正義マンじゃなさそうだよ。予言がどうたら言ってますね。医師の私が診断しましょう。彼は気が触れています。今すぐに腎臓の摘出が必要です。やぶ医者がよ。一旦視線を切ってスニークで近寄ります。いや、まさか。麻酔かけますね。ぶん殴ってるだけじゃねえか。ちょっと聞き悪いですね。次は強めに行きますよ。とどめだ。とどめって言ってんじゃん。所持品をいただいちゃいましょう。これは医療行為でも何でもないだろ。ああ、ガキやるかてめえ。これ子供にも手出せんの。当然です。いいキック持ってんじゃねえか。このゲームまずいってゆかりん。スタンが溶けるまで一旦逃げます。よし、応戦準備完了。ほら、もうママに泣きつきたくなってきたろ。医者のセリフじゃねえ。今さらギブアップだ。通るかそんなもん。やべえよやべえよ。この町のルールはすでに変容してんだよ。弱肉強食へとな。では血液いただきます。もはや新手の怪異だろ主人公自身が。大丈夫大丈夫、腎臓は2個ありますから。完全に臓器売買業者の目線じゃん。肝臓や心臓、脳も抜けるんですけど我慢してるんですよ。メスの品質が低くて摘出失敗する可能性が高いので。ああ、メスの品質良かったら全部抜いてるのね。では通りに人がいなくなっちゃったので次は民家に押しかけます。いや待って、医者だよね主人公。そうですよ、訪問診療ってやつです。もう無理よお医者さんごっこは。強盗だよね今からしようとしてること。ドイツではそういうかもしれません。言わねえよ。これからこんな汚れた手で患者に触る機会よ。マキさん、トリアージという考え方を知っていますか。いや絶対やってることトリアージじゃないよね。健康な人の内臓をぶっこ抜いてんだもん。いや違うんです、彼らの内臓をぶっこ抜くことで後に救える命が増えるんです。これはマジ、信じてください。本当かな。ショーの虫を殺して大の虫を助ける発想は一緒なんですから。じゃあ今はショーの虫の家から略奪しようとしてるわけだ。フライバックスタッフ。すごい刃物で行くのは違えだろ。よし、弾取ったり。頭おかしいよ。毒を食らわば皿まで、野菜を叩けば持つまで、当然住人は全員殺して腎臓を奪います。もう完全にサイコキラーじゃん。レクター博士でももうちょっと分別あるよ。さて、スタミナの回復を待ったら再びエントリー。こいつらはドアをくぐれば敵対判定が消えるので。そういや、さっさとしね。やれそうにないので逃走。ただいま。今度こそ死ねやボケ。めっちゃ使用悪用してんじゃん。よし、生きる目。ほら、包丁が壊れちゃったので殴り合いじゃあ。メディカルパンチ。パンチは医療行為じゃないよユカリン。痛いところはございませんか。ユカリンが殴ったとこだよ。よし、男どもを全員寝かしつけたので次はてめえだ女。やっはー。ロジクショーにも程があるでしょうが。そしてさらっと内臓を抜くな。これがグランドセフトオーガンってやつですよマキさん。知らねえよそんなゲーム。頸動脈でさあ、来いよあんちゃん。へっへ、町生まれは貧弱だな。フィジカルエリートがレイドしてくるの絶望的すぎる。おい、こっちは狂ってんだよ。降伏しても許されるわけねえだろ女。さて、1件目は全員始末したんで2件目行きましょうか。もう町民が噂してるよりもヤバい怪物になっちゃってるよ主人公。大丈夫です、目撃者は全員消してるんで。そっちの方が恐ろしいよ。まだまだ殺戮は続くぜ。ふう、すっきりした。もう感染症以上の脅威だろこいつ。いや安心してくださいマキさん、この蛮行を続けるのは今日の20時までですから。20時になんかあるの。イベントによって評判が一定値まで回復します。え、そんな仕様が。そして評判値には加減があるのであとは分かりますね。20時まで犯罪し放題ってことか。とりあえずバールに内臓と血液を売ります。ほら、取れたて新鮮だぞ。そしたらまたガキと女をしばき回して。おい待てこら、おとなしく内臓をよこしなさいよ。追いかけ回してまで殴るのやべえだろ。ガキ死ね。こうして集めた臓器とアイテムをバールンチの棚にしまいます。自分家の棚に犯罪の証拠詰め込まれるの嫌すぎる。まだ20時まで1時間あるので狩り続行です。さて次の獲物はどこかな。正面に2人いんじゃん。いや待てよ、こいつらから漂う気配は。まずい、正義マンだ。もうこの場合正義マンじゃなくて正義だよあいつは。こんな通り魔は殺されて叱るべきだもん。私には大義があるんだ、こんなところで死ぬわけにはいかない。よく見たらヘルスももうわずかだもんね。一旦全力で逃げてタゲを切ってから。よし、再びアンブッシュ。やりに行くんかい。2匹同時はきついので再び距離を取って1匹ずつ釣ります。いい感じにばらけてくれましたね。最初に殴られたいのはお前か。ああいいステップじゃねえか。さすがに2人同時はきついですね。え、どうした。やべえ、3人目だ。あー、戦闘音聞いて集まってきちゃったのね。バールンチに逃げ込みます。
お、見てください。20時になったので評判値が上がりました。ほんとだ。これでもう一回外に出てもですね。ほらこの通り。え、さっきまで殴り合ってたのに。おいおっさん、さっきの威勢はどうしたよ。なんか駆け出してない？え、おぎゃー。こいつ、記憶が残ってるのか。残ってないのが異常なんだよ。ここで殴り返して評判値下げると取り返しがつかなくなるんで逃げますか。番地後の隙を狙います。よし今、バイバイキン。さて橋まで戻ってきました。あれ、子供が走ってきてない？どうしたん、話聞こか。誰かが主人公を呼んでるみたいだね。まあ実はこの呼んでる人こそが評判値を回復させてくれた人なんですけどね。へえ。ということで早速その人の元へ向かいましょう。なんだこの絢爛豪華な内装は。ここはこの町の有力者ビッグブラトの邸宅です。またおっさんだよ。むさ苦しいなこのゲーム。彼も主人公の父親とつながりがあったらしく、そのよしみで悪い噂をもみ消してくれたんですね。権力すごいな。一体何やってる人なの彼は。ビッグブラトはクソでかい土地区場の経営者ですね。そこで遊牧民を奴隷のようにこき使って多額の利益を得ています。ろくなやついねえなこの町。外は危険だから屋敷の中でくつろいでろと言ってきますが、わかりますよね。え、また外で殺人するの。まあちょっとだけですよ。ちょっとでもダメだろ。それでは今回はこの辺にして、また次回お会いしましょう。